京平由美の聞きマンネね、80から真面目な話ばっかりしてました。今日はバカなことをする会議、ね、バカなことするの知らん。やっちゃうよ。真面目じゃない話をしましょうね。まあ、基本あんまりね、真面目じゃない現場ばっかりじゃないですね。どうもすいませんね、まあ、真面目なのはボーカルぐらいっていうぐらい。今日のゲストはね、はい、今日のゲストの紹介、はい、バッシュです。イエイ。出過ぎ、あっさりね、俺出過ぎです。まあ、バッシュね、バッシュは学級予算でね、スタジオ回数にね、自分家でやってるんですけどね、元気で、白いね、って感じの部屋ですね。ね、日々撮影できますね。うん、できる。ほんで、うん、今日は何をするんですか。今日はまずちょっと皆さんにじっくり聞きたいこと。聞きたいことがあるの。うん。何？があります。何？何なんですか。まず、最近というか、音楽、自分のプレイヤー活動って長いと思うんですけどね。あれMC、だけど思うんですけど、それで自分の子は外せへんが凝ってること。あ、僕ありますよ、最近ハマってるドラムで、最近ハマってるドラマ、ジョジョメイヤーっていう。ジョジョメイヤー、ジョジョメイヤー知ってますか。知らないじゃないですか。じゃあ YouTube で見てみてください。ジョジョメイヤー、知らないか。あのね、なんかね、ちょっと髪あるやん、こうやるやん、この上でロールできるんですよ。すごいでしょ。そう思います。なんで、ちゃんと音がなってるの。なっちゃうと綺麗みたいな髪の上で。あと、足、まあ、ついてたけど、ツーバスの人じゃないんですけど、うん、片足でツーバスに勝る、ダーンって片足。ジョジョメイヤー見てみてください。あるから、まだ、すごいね、うん、ドラマ的にはもうよだれもんですよ。なんじゃこいつは、髪が上がって、すごいな、ロールできるって。こうか、こうだ、一から入れるみたいっていうこと。あとはなんかこう、自分独自の奏法がちょっとあるんですか。すごい、ほんね、なんか、あと、ひどきが、音よくこだわってないよ。音はね、ジャリッとした音が好きなんですよ。ジャリッ、ひっくり引いた時にちょっとなんか針が耳に触るっていうやつが思った、キーンっていう音、あれが好きで、それだったらアンサンブルでも結構抜けてくるんで、でミドルとちょっと調整して、音はこだわる、そこはこだわる。これはね、何音楽？何でもいいです。最近凝ってたり、自分に取り入れてみたものとか。音楽で？うん。音楽以外何を聞くの？いや、音楽欲しいなってやつです。スパゲティの作り方とか。いや、そういうのはいいです。そうじゃないですか。音楽、そうやな。音楽、聞くのないな。なりの自分なりのなり方、ない、こだわりないんですか。いつもでもスタジオで、それは毎回毎回ギターの音っていうのは違うから、それはあるよね。あって、どんな音にしたいんですか。どんな音、何が違うの。違うな。あ、この何が違うのね。どう違うのか。歪み方やね。歪ませた方がいいんですか。歪ました方がいいっていうか、歪まないとサウン、そういうバンドのアンサンブルが向いてないと。なるほどね。なるほどね。なんか知った。よくある、よくある、それ知った。私もよくなるから。なんの歪み方が、したことないんですけど。
え、でもアンプマーシャルずつ使ってないですか？その使ってやったら、まあ、マーシャルがあればマーシャル使ってる、うん、でも、これがテトナー使ってたけど、よく知ったな、ミアノコでしたね、うん、テトナーってあの、キラキラしたやつ青いです青い、ああ、あれいいよねまあ、あれ置いてるとこ少ないかな、うん、ね、なかなか男の子であるっていうか、もう三国その時やから、それは、うん、なんか、やっぱ曲できるかな、自分は、はい、うん、何またのやらしてんのあれ、そういう言うんだ、あんなあれ、死ぬことはいいですか、うん、なんか、よくあの、めっちゃリバーブをかけられたりしたら嫌やなって思う。なんでなんか、感じ的には直線的な声を出したいのにポワーンって並べたら違うなって、うん、この間、その父の映像見てもらったらわかるけど、うん、エコーかかってたでしょ、あれ、うん、もうなんか泣きそうでしたからね。山びこみたいな、そうそう、見えないこんな感じかな。なるほどね、わ、うん、かるの、わかるじゃあ、音楽以外で凝ってること音楽以外で凝ってること音楽以外でゲームですね。ああ、ゲームネットゲームなんですけど、FPS っていうね、難しいね難しいですね難しいね。あの、一人称視点で要は、人を操作しないで自分がゲームの世界に入ったような感覚になって銃を人を倒すんですね。でも画面が画面に人が映ってない状態で敵しか映ってない、自分の人、ああ、はい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 、あのなんかよくデザインとかで鉄砲とか鉄砲とかでるやつみたいなあれをパソコンでやってる、音楽言われね、いいかな、おいしいお酒飲み方、おいしいお酒飲み方もあるよ。でも僕ゴルフしてるから最近最近の考え方意外とゴルフはストレス解消の、へぇー、ちょっと当たる、あ、まあ、よう回ってましたよ。へぇー、今年は全然、じゃあ、まあ、あの当たるようになったらすごい楽しい、もう自分が石川遼かなと思うぐらい、そうだね、ケンちゃんかな、ハマる人でもハマるんです。ハマる人でスポーツの人は足大丈夫な、え、足、あ、なんか言われて筋肉に出てる、あ、そうな、足使うような、まあ使うけど、筋肉武器こだわりあるゴジックラとか、え、チタン、それはもう何が面白いんですか、モテるから、モテるから、俺、さっき見て、うん、私、パスタ、うん、あ、パスタ、ほんまなんすよ、うん、ほんま、あ、パスタこだわりあるの、マジで、マジで、味が見えるの、そうそうそう、自分の便利だよね、へぇ、そうなんか、味が食べたくなって、食べたくなって、バジルのスパゲットがめっちゃ好きで、しかもその生パスタがめっちゃ好きで、で、生パスタでもちもちだけどめったに売ってなくて、生ものっていうか、それの代わりに、知り合いからもらった打ちたてのうどんをもらって、うどんでバジルのスパゲッティ作ったら超美味しかったから、うん、作って食べたらどうかな、作ってました、はぁ、あ、はぁ、あ、したで、最初は作ってくれたけど、これはちょっと自分で工夫して作ったのがまた美味しかったよね、うんうん、料理面白い、うん、時間ないとできないし、家でめっちゃしないし、ね、うん、あんたは味、それはもう洗濯物の食べ方、うん、そう家にあるのかもしれないけど、最近はワンピース、
ワンピースをそんな語れるほどハマってるわけじゃない。何やってるかな、もう分かんないな。暮らし振ってんのに。そうですね。やばいな。最近、ちょっとビビッと。最近ダイエットになった。ああ、いや、そんな痩せてるわけじゃないからあんま公言できないけど、この秋かな。まだ続いてる。ダイエット続いてる。もう？続いてる。え、結構私7月末からずっと続いてる。でもなんか痩せるには、普通にこう普通になんかこう有酸素運動を取り入れてた方がいいらしいね。有酸素運動と無酸素運動をするといいんですけど、なんかね、私がよくやるのは走る前に筋トレしたら、筋トレしてから走ったら走ってる分代謝が良くなるらしくて、で逆に走った後に筋トレしたら筋肉つけたい人とかは有酸素運動した後に筋トレしたい。逆のことですか。そう、逆にしちゃうからね。あんまり食べないようにして、走るのは楽しいですね。うん、ね、やっぱり走るのが走るめっちゃハマる。しんどいよ、こうしんどいのってちょっと一瞬でしんどいな、しんどいなって思ってたらランニングハイに起こって楽しくなった。そう、中学校の時に長距離結果に負けたからね。もうやる気ないけど、ちゃ気配やん。なんていうの、確かにな、しんどい。少しよかったけど、続けてきたらだんだん走れるよ。目が背負わなくて、お前からなの。次のコーナー、次のコーナー題しまして、何次のコーナー、画伯を決めよう。画伯、イエーイ。こんなん初めて。これ意外と面白いと思う。テーマは何にしますか。テーマはお題は1人ずつ出していく。4回かな。そうそうそう。ほらこれ1枚で4つ、まあ言うたらこう半分にこうやって、あ、なるほど、半分半分で、うん、で次は裏使う。はい、なるほど。企画ですね。どうかな、次は裏使う。うん、これ、うん、別に、ありますよ、私。はい、じゃあ我慢する。ちょっと待ってね、これちゃんと説明させてもらうけど、一番似てない人、一番ひどい人、一番ひどい人ね。これ何、これ裏も、うん、一番ひどい人を決める。ひどい人じゃ、うまく書いたら怒られます。違う違う、うまく書いても多分ひどい人に決めているから。あ、そうか、うん、頑張って書けばいいか。はい、いきます。キティちゃん。ああ。キティちゃん行きます。私めっちゃ得意やね、とっても。女の子得意やね。キティちゃん、これ先生やな。女の子とかね、え、ネイロンがやったっけ。キティちゃんね。キティちゃん。だから自分で言っといて。はい、終わりー。はーい、これはあかん。はい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 、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 まずはほらね、俺から、はい、はい、ね、こういう順番でいきましょうか。はい、こんな感じです。あー、なんでしょうか、それは。あれですね、なんかハゲてませんか。そんな感じ。リボン加工からもう書かれへんかった。あ、でもこんな目やったわ。これね、もう一回ね。かわいい、かわいい、はい、なんかそんなキャラクターいろんな感じ、うん、はい、ほんなら、ユミ、これは自信あるいうことだよね。ごめんやけど、ほんま自信ある。おお、キティちゃん、ちょっと太った。おお、あー、なるほど。あの
オーバーオールきつそうな。なんかこれ、だって色塗りできてやる、うん、こういう、はい、ありそうやん、はい、うまい、はい、これはうまい、はい、マジうまい。じゃあ次にこれひどいで、ね、待って、ね、顔がさ、シュシュついてなくない？しかもまだ途中やし、心霊写真からこっから違う。これはひどいな。はい、じゃあ次ね、はい。なんでいやいや、リボン、リボンが一番がついてる。ついてる、ね、けどなんかちょっとタキシード的な感じ。そう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 、いるかな。こんなあらぬけど、ペンが落とされそうなってる。え、違いますよね。絶対違いますよね。これ衝撃的や、衝撃的な。なんかこれ、これ消したとやと思うんだ。いや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 、やっぱヒゲ猫ですからね。ほんならね、次はユミのスヌーピー。スヌーピー、はい。はい、じゃあ、はい、これは、はい、じゃあなんか、はい、もう見てないけどなんか、なんかっぽいな、ぽいはい、ほら、誰、指名していいよ。じゃあ、ゆうとくん、はい、あ、でも似てるかも、なるほど、ちっちゃい絵本のスネークやね、それ。そうやな、もうちっちゃいけどね、ちっちゃいね、髪の割合ですよね。手細いですよ。そう、はい、はい、みんな次はこれもまたちっちゃいね、うん、あ、でも あでもこんな景色やかもしれん。ちょっとさ、耳こんな真っ黒やったっけ。耳黒いでしょ。こんな黒かったっけ。耳が黒いんやね。ちょっと味を最後の爆弾はやっぱ青色の爆弾は味。いや、多分スヌーピー大丈夫でしょ。はい、どうぞ。勝った。なんか、なんかちょっと中心になってる。でもここかな。え、これやろ、これやろ、それ、それが一番近いね。これちゃう、これやろ、これが一番近いよ。かわいいね。はい、どうか。これなんかさ、バイバイ自信あるよ。違うってスヌーピー、どっかの遊園地の着ぐるみ着た大きいやつに。なんで人間みたいになってるの。これが口を使わない。これ尻尾使う。やるなぁ、さすがやな。じゃあ、いただきましょう。はい、得意な意見ですか。おぉ、ね、それは見てみたい。ドラえもん。あぁ、ドラえもんか。ドラえもん、これはちょっと何でしょうか。でも早く来るんだろうからな。はい、はい、今から締め、ゆみさん、はい、うるさい。はい、じゃじゃん。おー、そうだ、これはそれはそうな、それはあれだ、昔のドラえもん。そう、え、私昔のドラえもんしか見たことない。はい、ひげない。あ、ほんまや。まあ、それフリーザやないか。毎日剃ってるドラえもん。はい、そして、じゃあ次、僕行きます。はい、おぉ、漫画や、昔のドラえもん、漫画の ER バージョンね、これ正解。これ正解、正解。うん、なんでここ、なんかちょっとヤクザギーなんですかね。ちょっとずれたんですけどね。はい、次、伊藤さん、お願いします。なんで俺最後までしょ。あー、かわいい、めっちゃかわいい。はい、今日は感じる、どこドラえもんって、意外とみんな描けるね。さあ、はい、あ、はい、最後のね。いやいや、僕のドラえもんはほら、なんでヒゲちょっと繋がってるの。ヒゲてるでしょ。なんで悪者みたいになって、これどっから見たドラえもんやろ。さあ、そうそう、ポケットの息がさ、えパンツ入るんだよ。パンツパンツをしてる。うまい棒にこんなの描いてない。でもまあ、いけてるよ。パンツじゃないですよ。他見ても、ボディがかけて。パンツになっちゃってる。いやいや。
はい、ほんならね、はい、佐藤君、はい、どうでしょう、ほんならちょっとガチで、うん、絵描いてみますか、うん、キャラクターじゃない、うん、馬、馬、馬ね、馬ね、馬、馬、ほんじゃ行きますよ、はい、せーの、馬、馬、あー、彼は亡くなった、うん、ほんまに、はい、はい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 ほならじゃあまあユミからいこうか、はい、ユミからいきます、はい、うま、あ、なんか絵本、なんかお前なんかめっちゃ笑ってるお前な、歯が出てうまいな、うま、うまです、はい、きょうさん、うまい、おー、はい、競馬の馬、5番って書いてるこれ、うまい、すごい、これはうまい、なんか揃ってるわ、これはちょっと違うね、角が、はい、ちょっとポニーになりま買った馬じゃないよ、これは何だろう、恐竜が入ってパガ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 っていう感じがいい、うまいね、うまい、最後僕ですね、はい、馬ですサダコが顔についてない、それサダコがこう、いや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 、まあでもうまい、顔面サダコ、顔面を顔面サダコ、でもなんでみんな馬って言ったら横型なのかな、正面書いてみます、正面の馬が、正面正面の馬が、じゃあ行こう行こう、はい、正面出た、正面か、正面で馬をアピールできたら、それは馬ですね、あれやね、分かれへん、分かれへんわ、はい、これはちょっとあかんわ、難しいわこれあかんわって言ってあかんって言うとか、自信ある人、ね、まあまあ、ちょっとリアルっぽく、なるほど、おお、あ、じゃあまあここでもやっぱ競争馬ですね、これね、そう、ああ本当シャドロールかここなんですか、ね、あ、そうか、目は横やねんね、ほんまや、横や、まあ、なるほどね、はい、そう、装飾、これ見て自信ある人、ほんならリド君とかそれカバーじゃない、それカバー、オオカミみたいな、いやでも私人のこと言えへんこれすごい馬らしいですこれが、はい、この量難しいわ、まあいいね、あーなんかあの巻き場を入れる巻き場口うまいよな、ね、これドラマってなってるかな、むにゃむにゃしてるからさ馬ってなんか西成とかに言おう、そう、自分で変えてても思ったはい、ほんなら、はい、大丈夫、これはちょっと飽きませんよちょっと放送事故です大丈夫これはちょっとならご指名どうぞ。はい、失礼します。
あーぽい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 わあ、そうか、こういうキャラクターでいいね、みたいなね。ぽい、でも後ろに馬が映ってるから、これはストラップになりそう。うん、かわいいかわいい、まんじゅうになりそう。はいはい、ストラップ、あ、大事、え、なんかそんな漫画あるぞ。え、こんなんじゃなかった顔。やっぱデブさが変わらへんな。そう、デブくない顎。顎くない。反応しづらいから申し訳ない。はい。えへへ。出た。おっさんやないか、マジで。男ということ前提に書いてるから。これあれ、あ、やめてもらった。家に帰ったマツコリラ。すごいな、先取りやろ、すごいな、まあ、特徴は掴んでる。まあ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 、でも分からへんって。いや、この明らかにマスコットラックじゃないよ。試合終了や。思い描いた人間違えたかと思いこれだね。そうや、え、これでしょ、これなんか見たことあるやな、タッチやな。ほんま？なんか劇画タッチやな、あの LINE のスタンプでそんななんかあるこれ。キャラクター多いな。じゃあスネオ、スネオ、はい、知らない、スネオ、スネオ、意外とあんまり書かれない、意外とあんま書かれない。これお前、お前ロングルーになる。はい、じゃあ自信ある教官から。おー、悪そうなスネオ。でもうまい、悪そうやな。なんかシンプソンズ出てきそうじゃない、これ。うまい、スネオ。次、僕いていいですか。これスネオよ、これスネオよ、スネオ。あれあれ生きてる。全部チームになってる。そうや、まあまあまあ、ここは、ここは出すね、俺。スネオ、今回は。今回、腕出したらみんなスネオなったんだ。ドラえもんとスネオが出てきて。はい。はい。はい、次は。スネオ。違う、やっぱり違う。俺のまま絶対やって。スネオ。スネオがちょっと。なんか怪人したスネ夫みたいな。めっちゃいいやつ。めっちゃキラキラしてる、未来に希望持ったスネ夫。はい、はい、時代行きましょうか。時代行きましょう。出た出た出た。それなんかお父さんじゃんスネ夫。こんなんじゃなんか頭はヘアスタイルが全然違うと思う。ヘアスタイルだってマツコからなんかマツコからおかしいなみたいな。ね、これでいいっすよ。いや、これでいいっすよ。これだ。まあ、でも、3回回したけど、やっぱり、なかなかトップを取れるよね。トップ画伯。トップ画伯は、佐藤くんいきなり、やりました。ありがとうございました。ではね、はい、この辺でね、もう、インフォメーション。はい、インフォメーションです。9月15日に新宿ライブフリークでライブがあります、そして、9月17日に、浅草橋の文化ジャンです、そして来るべき12月2日チシソニックボリューム3、いっぱいね、出演者の人集まってね、やりますね。今度はガチの方がね、ガチをします。またちょっと詳細の決まってないんですけど、決まり次第、バーってね、記録はもういつも流すような、じゃあやっぱ流せるとは思うんで、またよろしくお願いします。大阪ではライブないの？まだないないの？ない。まあどっかでまた入れようか、うん、ね、
ふうきにまたそれも報告をさせてもらうんで、よろしくお願いします。それでは第82回聞きまんで、この辺で終わりたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。